思いやりや感謝の気持ちなど、妙高の地に受け継がれてきた妙高市民の心、いつまでも大切にしていきたいですね。妙高ニュースの時間です。10月10日にはこの妙高市民の心の活動を広げていこうと推進大会を開催しました。講演会や作文、実践事例の表彰などが行われ、約650人が参加しました。またこの大会では非核平和都市宣言も行いました。かけがえのない命と自然環境を一瞬にして破壊する核兵器の廃絶に向けて、世界中の皆さんと手を携えて行動することを誓いました。非核平和都市宣言については司法妙高11月号にも掲載しますのでご覧ください。それでは今週の妙高ニュースの放送内容をお知らせします。この後は市内の出来事で秋の妙高山麓エコトレッキング、新井南部祭りなどの話題をお伝えします。次は食べるんじゃーが行く食育の旅、続いては元気で長生き健康情報をお送りします。今回も最後までご覧ください。それでは市内の出来事をお伝えします。ここでは市内の出来事を紹介します。まずはじめに秋の妙高山麓エコトレッキングの話題です。10月18日に秋の妙高山麓エコトレッキングが開催され、約900人の参加者が遊歩道の散策やバードウォッチングなどを楽しみました。昨年4月、池の平温泉を中心とする地域が癒し効果の高い森として森林セラピー基地に、また笹ヶ峰高原など6カ所の遊歩道が森林セラピーロードとして林野庁から認定されています。この森林セラピーのグランドオープニングセレモニーを開会式で行いました。森林セラピーロードということで、昨年林野庁から認定を受けまして、そのロードを今回大いに活用しようということで、いろいろなメニューを組まさせていただきました。今日一日、心と体を癒してくれる森林浴で妙高の大自然をお楽しみいただければ幸いかと思います。それでは生命地域妙高森林セラピーグランドオープンです。テープにハサミをお入れください。皆様大きな拍手をお願いいたします。この後参加者の皆さんはそれぞれのコースに分かれてエコトレッキングを開始、紅葉真っ盛りの苗名滝や井森池周辺などをゆっくりと散策しました。大谷ヒュッテへ向かう山間しっかりコースに参加された方に意気込みを伺いました。一昨年から参加させてもらってるので、意気込みと言われても無事に行ってこられればそれで。今回のエコトレッキングには大阪府吹田市の皆さんや東京都足立区の東綾瀬小学校の5年生も参加、それぞれのコースで妙高の自然を満喫したようです。昼食には実行委員会が用意したキノコ汁を飲みながらお弁当やおにぎりを美味しそうに食べていました。参加者の皆さんは
きれいに色づいた木々を眺めながら森林浴を楽しんで心と体をリフレッシュしたようです。次は荒井南部祭りの話題です。第26回荒井南部祭りが10月18日荒井地域小原神殿の荒井国設管理センターとその周辺で開かれました。荒井南部祭りは荒井南部地域の特産品販売や子どもたちや各種文化団体の活動発表などの場として毎年1回行われています。長年続く秋の恒例行事としておなじみで、数年前から荒井南中学校の学習成果発表会も同時開催しています。当日は開会セレモニーが開かれた後、荒井南中学校の生徒の司会進行で南部の子どもたちの発表がスタート。よさこいソーラン、鼓笛や和太鼓の演奏、合唱が行われ、来場者は大きな拍手を送っていました。また会場周辺では地元の皆さんらが出店した屋台村も開設され、秋野菜や手作りの笹寿司、漬物、かきもち、おこわ、特産品のそばや錦鯉などが販売され、用意した品物が売り切れとなる屋台も見られ、会場はにぎわっていました。去年よりまた盛り上がってんじゃないですかという話もしたりですね、内容的にもちょっとレベルがまた上がってきてるのかなという感じはしましたね。最後は旧大鹿小学校の校舎とのお別れ会の話題です。その石垣の上にあった校舎、これは一つ皆さんから永遠に記憶に留めていただければと思います。乾杯いたします。耐震性の問題から来年取り壊される旧大鹿小学校校舎のお別れ会が10月18日に開かれました。旧大鹿小学校の木造校舎は築62年から71年経つ市内唯一の木造校舎です。しかし昨年実施した調査で耐震性に問題があることが判明し、安全のため地域の了解を得て来年の取り壊しが決まりました。10月18日の校舎とのお別れ会は地元の大鹿自治協議会が主催して旧校舎の体育館で開かれ、住民ら約100人が集まりました。お別れ会ではさまざまな年代の出席者が前に出て思い出話を披露する中、出席者はお酒を酌み交わしながら木造校舎への思いに浸っていました。やっぱりそれは寂しいですよね。もうずっと生まれた時からここの大鹿にいるんで、壊すとなるとやっぱり寂しいですし、うちも子供いるんで、まあ今はもうここの学校にはいませんけど、できたらここの学校で卒業させたかったっていう気持ちもありましたから、やっぱり寂しいです。私は生まれも育ちもここ大鹿なもんですから、特にこの学校に対してはね、ずっとちょっと愛着がありますんで、とっても寂しいです。学校って言いますとね、やっぱりその仲間とか先生とかというようなのがね、やっぱり懐かしいんですけども、学校が統合されるっていうのはこれしょうがないと思うんですけども、やっぱり建物がねなくなるっていうのがね、実に寂しいというか、自分がなくなっちゃうような、そんな感じですけどね。次は食べるんじゃーが行く食育の旅です。